落石のため先月25日から全面通行止めとなっていた大竹市望麓の国道186号は明日午後6時から片側交互通行となります。不安定な岩を固定するなどの応急対策が早く進んだため予定より2日早まりました。一方、国道に並行する県道は全面通行止めが続きます。